いないいないばあ。いやだいやだの悪い子誰だ。ジュース編。アンパンマンと赤ちゃんマンは甘いジュースが大好き。朝から夜までずっとジュースを飲んでいます。ジュースって甘くて美味しい。シュワシュワして面白いでちゅう。そんな二人にママは困り顔。アンパンマン、赤ちゃんマン、ジュースはおやつの時だけってお約束でしょ。ジュースじゃなくてお水や麦茶を飲みなさい。お水なんて味なくて全然おいしくないよ。麦茶は甘くないでちゅ。シュワシュワもしないでちゅ。もうジュースにはね、バイキンマンが大好きなお砂糖がたくさん入っているのよ。ジュースばかり飲んでるとバイキンマンとモグリンが二人の歯をギュイーンギュイーンってドリルで削っちゃうわよ。痛いわよ。あはは、そんなわけないじゃん。二人は大笑いしました。その夜、二人はギュイーンギュイーンという音で目が覚めました。なんと二人のお口の中でバイキンマンとモグリンが工事をしていたのです。今日もいっぱいジュースを飲んだみたいだな。おいしい歯をどんどん削るぞ。うわ、ママの言った通りだ。バイキンマンが歯を削ってるでちゅ。朝起きると二人の歯は虫歯だらけになっていました。ママは慌てて二人を歯医者さんに連れて行きました。良い子のみんなは、ジュースはおやつの時だけにしようね。動画は楽しかったかな？いやだいやだの悪い子誰だシリーズを見たい子は動画の説明欄を見てね。たくさんあるよ。